ふにゃーお疲れ様です。はい、どうも、ワイツファクトリーの動画になっております。皆さんどうですか？今日も一生懸命お仕事に勉強に励んで頑張りましたか？ワイツファクトリーは今日も元気でーす。さ、ということで、はい、ですね、今日もね、リクエストいただいたのところにね、お答えしていただくことを、していただこうじゃねえや。これがね、あのね、リクエスト、こんなお話してくれないですかっていうね、うちの動画なんかにまあリクエストいただくの、本当ありがたい話ですよ。で、ちょっと今後撮っていく予定ね、Pにも付き合ってもらおうかなと思ってますけど、まあまあ、一人でできることはやっていこうとは思うんですけど、初心者メンテ動画みたいなのをお願いしますみたいなのがあるんですよね。ただね、メンテ動画っていうか、だから初心者さんがこんなことやったらいいんじゃねえのみたいなったら点検の話だと思うんですけど、まあそういう動画も撮りたいなと思いますね。で、あとね、ちょっとコメントでいただいてて、僕コメントお返しできてないんですけど、昔のレースの話とか、まあ言ったら昔やんちゃしてたエピソードとかないですかみたいなコメントいただいてね、お返しできてないんですけど、ただどこまで話せるかわかんないですよね、これね。ほとんど NG ワードの連発なので、まあまあ取れたら、まあお話できたらまたね、昔の話なんかもさせていただきたいと思います。で、ちょっとこの間またコメントいただいたのがね、はい、ご覧いただいてますでしょうか、ミスター M さん来ました。はい、フューエルワンの話、ね、うちもワコーズさんの取扱店なので、フューエルワンのお話ちょっとね、動画を撮ってくださいっていうのは、まあまあ扱い店なので、まあそれ撮れることもないんですけど、でミスター M さんからいただいた、はい、コメントの方ちょっとね、すいません、ちょっと最近老眼が厳しいので、眼鏡作んないといかんけど、ワコーズのフューエルワン、使ったことがないので効果を知りません。カーボン、ワニス、ガム質の除去、エンジンが回るようになる、ガソリンの劣化、食の抑制、防災というのは防ぐサビですね、バイクの冬眠にも効果あり。そうなの？良いことずくめなのは分かりました。ワイズファクトリーさんが店に置いてあるのは動画で何度も見ています。怖っ、カメラどこにある後ろだけ、大丈夫か、覗かれている感じがするコメントだ、何度も見ています。体験談を話してほしいです。プロのバイク屋でも整備に使うのですかという、コメントをいただいてですね。で、まあまあ、ワコさん取扱店なので、まあこのお話ねさせていただこうかなと思うんですけど、だってさ、 YouTube の動画見ると P さん知ってます？すごいんですよ、フューエルワンの検証動画とかって。あ、俺それは知らないです。知らない、見たこと、まあないよね、ただね、ちょっとちょこちょこ目につくんです、このフューエルワンを使ってね、バイクは調子良くなるのかみたいな検証動画、まあ元ブロガーさんとかバイク屋さんとかも散々やり尽くしてるんで、僕今更やります？ミスター M さん何が見たいのかよくわかんないんだけど、僕の話すことなんか別に何の参考にもならないと思いますけど、お話しさせていただきます。なんだ、整備、バイク屋さんでも整備に使うのですかと言われれば、使いません。そう、ね、これね、補助代わりに考えてくださいよ。コンディションのいいうちね、新車ぐらいから、使ってもらったらつきにくくはできると思います。結局ね、エンジンの中ってこうバルブ周りなんかっていう、こうまあなんていうかな、こう映り込むかな、これカーボンとかってこういう感じになるんですけど、エンジンを開けて僕らがやる作業っていうのは、じゃあどういうふうに、今カーボンこれだけ積もっちゃったバイクっていうのは圧縮不良を起こしてエンジンかからなくなったバイクなんですけど、じゃあ僕らどうするかっていうと、こういう感じにね、綺麗にして組み直すわけですよ。これで圧縮が戻るんですけど、ただこうするのにものすごいですよ。実はフューエルワンよりもこういうエンジンコンディショナーみたいなものを使って、もうジャブジャブつけてでね、ゴリゴリこうカーボンを こんなですよ。大変な作業なんです。これガソリンに混ぜてそれ取れるわけねえっていうのが僕らの見解なんですよね。で、 P さんもね、整備の上がりだから、こういうのって分かる話でしょ。ね、こういう添加剤入れて煙吹いてたとか調子悪かったバイクが入れたら、あーら不思議なわけないんやろね。じゃあ調子悪くならないように適正量を使って、こういうものを使ってください。
具合の悪くなったものをね、こういうものをポンと入れて、あら治っちゃったなんていう奇跡はね、起こらないんですよ。で、プロのバイク屋さんが使うんですかっていうと、整備では正確に言えば使わないです。こういうものはきちんとした叱るべきね、ビフォーをアフターにした後にビフォーに戻らないように、こういうものを使っていただくと効果があるかもしれませんねっていうことで、まあ例えば僕なんかだとこれを1本サービスさせていただいて、お客さんに車両をお返ししたりとか、まあもちろんお返しする前にちょっとガソリンタンクにこれを混ぜといたりとか、そういうことはしますけどね。これで何か奇跡が起こることはないので、あんまそういう、誤解がないようにしてもらいたいですね。バイク屋さんは物販でこういうものを使ってもらうといいですよって、そういうおすすめの仕方すると思いますけど、調子良くなりますよみたいな言い方は多分しないと思うんですよね。燃費はこれ僕ね、これがデュエル1が出始めた頃にうちのお得意さんにお買い上げいただいて、お客さんが1週間後に燃費良くなったって言ってきた時も大爆笑しましたそんなはずないやそんなはずないや入れたことによるね、なんていうの、フラシボ効果みたいなものなのかなっていうかね、メンタルの問題だと思うんですよね。多分これを入れたことによって燃費が良くなるっていう頭があって、優しい運転に変わったんだと思うんですよね。そういうなんかちょっとメンタル的なことなんかもあると思うんで、だからそういったそのメンタルに響くね、人であればこういうのを使ってもらって、お守り代わりにね使っていただくといいと思いますよ。いや決してね効果のないものとかではないんです。ちゃんとこうデータ上ではそういうのはきちんと立証されているので、ただ壊れちゃったものが治るとかっていうことないのでね、その辺はちょっとまあ誤解のないようにお願いします。だからミスター M さん、こんな感じでよかったですかね。プロの整備士がこれに頼り始めたら終わりですよでまあね、僕らカーボン塗装にエンジンコンディショナーとかってこういう強力なものなんかは使いますけど、まああんまり普通の方がよくわかんないで使うのはおすすめできないので、専門家の指示を仰いでいただくと。やっぱりね、バイク屋さんとうまく付き合ってください。こういう動画とかに頼ってちゃダメ。僕嘘言ってるかもしれないからね、ほんとね、まあ、嘘はついてないですけど、はい、でまあ、そういうことなのでね。で、まあ、今後またちょっとリクエストの動画はまたちょいちょい撮っていきますんで、 P さんまたよろしくお願いします。お願いします、はい、皆さんまた来週。来週違う気分次第来週気分次第でやります